エソメプラゾールは日本では4番目に開発、上司されたプロトンポンプ阻害剤である。日本国外ではゾールリー、ネクシアム、ルソン、エスプリルなどの商品名でアストラゼネカから製造販売されている。日本では2011年よりネクシウムの商品名で製造、開発がアストラゼネカ、流通、販売が第一三共で発売された。エソメプラゾールは オメプラゾールを高学分割した S エナンチオマーである。S 体は R 体に比べ肝臓での初回通過効果を受けにくく、未変化体の AUC はオメプラゾールに比べおよそ1.7倍で推移するため、より強い酸分泌抑制効果を示す。S 体と R 体の酸分泌抑制作用には差はない。アストラゼネカは単一のエナンチオマーである S オメプラゾールワラセミ、 混合物であるオメプラゾールよりも薬効が改善していると主張している。しかしながら活性が向上しているかについては議論があり、一部ではオメプラゾールからエソメプラゾールに切り替える利点はないと主張されている。プロトンポンプ阻害剤であるエソメプラゾールは、胃壁細胞の ATP、アーゼを阻害することによって、胃酸分泌を抑制する。アタザナビル、または、 リルピビリンを服用中の患者はそれらの薬剤の吸収が低くなり血中濃度が下がるので近忌である。重大な副作用とされているものは、である。オメプラゾールに記載されている、溶血性貧血、急性腎不全、視力障害が削除されている。その他1%以上に、発疹、下痢、難便、味覚異常、口内炎、腹痛、食道炎、腹部膨慢感、 観光素上昇が生じる。ありがとうございます。